高石慎五郎、高石慎五郎、高石慎五郎、1878年、明治11年9月22日から1967年、昭和42年2月25日は、日本のジャーナリスト、実業家、国際オリンピック委員会、IOC 委員、毎日新聞社最高顧問、特殊法人日本自転車振興会、第2代会長、 千葉県鶴舞町、現在の市原市で、高石志郎寺の逸尾として生まれた。1901年、明治34年に、慶応義塾大学法学部を卒業するとともに、紹介により、小松原栄太郎の秘書となるが、7月に、小松原が当時社長を務めていた大阪毎日、新聞社に外国通信部員として入社する。1902年、明治35年に、 三井家から援助を受け、車席を置いたまま、イギリスに留学するが、1904年、明治37年の日露戦争開戦により、デイリーエクスプレスの食卓記者となり、翌年末には、大阪毎日の特派員として、ロシアのサンクトペテルブルクに赴いて、半年以上現地に滞在し、その状況を日本に伝えた。滞在後イギリスに戻る途中には、レフトルストイとの面会を果たしている。 1907年、明治40年に、再び特派員として、オランダのハーグに派遣されると、大韓帝国皇帝、皇想が、第二次日韓協約の無効を平和会議で訴える、ため密使を送った、ハーグ密使事件をスクープた。高井氏はこの時密使と面会し取材した、日本人唯一の記者で、密使側からも信頼を得ていたという。1909年、 明治42年にイギリスより帰国後、外国通信部長、政治部長を経て1936年、昭和11年に編集士官に就任し、第一線の記者として活躍を続けるが、その最中にも特派員としてだけでなく、視察や外遊などで海外への渡航を繰り返しており、これが後の国際的な人脈形成に役立つことになる。百三十八年、 昭和13年には会長兼修室に就任し、社長の奥村慎太郎と共に二等体制を築くが、1945年、昭和20年の第二次世界大戦終結直後、奥村の社長辞任により高井氏は社長職に就任するが、高井氏も戦争責任を明確にするため、わずか2ヶ月で辞職し、相談役から最高顧問となったものの1946年、 昭和21年には、すべての職を辞し、1947年、昭和22年から4年間公職追放となり、以後毎日新社の運営からは、離れることになる。追放解除後の1952年、昭和27年に、毎日新聞名誉顧問、1961年、昭和36年には再び最高顧問となり、日本の言論界における重鎮として、 毎日新聞だけでなく新聞界全体への提言を続けていたが、1967年、昭和42年2月に、肺がんのため死去。88歳。1961年、昭和36年に、新聞文化賞受賞。1964年、昭和39年に、君一等随法賞。1966年、昭和41年に、 文化功労者。なお、政居にあたり政策に、君位等局実大受賞が追蔵されている。1940年の東京五輪、札幌五輪を控えた1939年、昭和14年、高井氏は IOC 委員に就任するが、これが JOC を経内での推薦による委員就任だったことや、オリンピックの開催中止。 第二次世界大戦及びそれに伴う自身の公職追放などもあり、高井氏が IOC 委員としての活動を本格化させるのは1952年、昭和27年のヘルシンキオリンピックからとな。この頃1960年の東京オリンピック招致を目指していた JOC は高井氏にも協力を依頼するが、海外特派員としての経験から外国人との交流や接触に長けていた。 高井氏の存在は次第に JOC にとっても欠かせないものとなる。1955年昭和30年のパリ総会投票で1960年の開催に落選したことから1958年昭和33年の IOC 東京総会では高井氏は病床から抜け出し会場内に医師を待機させた上で東京での開催を見るまで死ねないとアピールする。これに対し ならば、高市を死なさないため東京開催に反対するというユーモア発言生まれたが、1959年、昭和34年のミュンヘン総会投票で1964年の東京オリンピック開催が正式に決定した。開催決定後は、地元の IOC 委員として多くの会議や他の委員への応対にあたり、開催時は柔道などの表彰式で、 メダル授与役などを行っていたが、特に男子マラソン競技では、当時のアベリー・ブランデージ IOC 会長の秘書役の起点で会長に代わりメダル授与役を務め、つぶらや孔吉に銅メダルをかけた。ついで高井氏は、札幌オリンピックの招致にも力を注ぐことになるが、開催地投票が行われる1966年、昭和41年4月の IOC ローマ総会への参加は、 病身のため断念する。しかし高井氏は病床から他の IOC 委員全員に対し札幌開催への協力を依頼する書状を送付し、さらに招致を訴える自身のコメントをテープに録音して、それを総会で流すよう依頼する。そしてローマの総会で高井氏のコメントが流されると委員から大きな反響を呼び、その様子を見た。 ブランデージ会長が発した高井氏への見舞いに札幌開催をという言葉が札幌開催決定に大きく影することになった。高井氏の音声を吹き込んだ録音テープはその後札幌オリンピックミュージアムで非公開のまま保管されてきたが2017年に母校である慶応義塾福沢研究センターでデジタル傘特別展近代日本と慶応スポーツ 体育の目的を忘れるの中で、において、期間限定で公開された。高井氏は、IOC 委員としての活動とともに、日本国内のスポーツ振興にも力を入れ、日本ビジヤード協会などの会長も務めた。また日本アマチュア自転車競技連盟、当時の会長を、当時の北沢清理事長から依頼で務めていた、ことから、通算賞。 当時関係者からも依頼を受けて1960年昭和35年より競輪を統括する日本自転車振興会の会長を6年間務め当時相次ぐ事件で窮地に立たされていた競輪の存続に尽力したただし当時はスポーツのプロアマ分離が厳しかったことから日本自転車振興会の会長就任にあたっては IOC に対し職務の説明をない IOC 委員としての活動を継続させていた。自身も、慶応義塾の夜課で探偵部、大学部で野球部に所属しており、野球部のチームメイトには、平沼良造や堀切全米などがいた。また40代の後半からは日本における、有数のゴルフ愛好家としても名を馳せるようになり、ゴルフで築き上げた人脈は、数知れず、時には仕事を蹴って、ゴルフを優先させたほどである。 そして87歳まで、エイジシュートを目指して18ホールをプレイし、各地のカントリークラブに経営者として、名を連ねていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。